お、いいじゃん。イメチェンしてきた。イメチェンしてきた。ってことでタオチェレッツゴー。突然だな。はい。どうぞ。近っ。タオチェに質問って来てます。はい。人が亡くなるときに、うん、自分の人生を生まれた時から亡くなる時まで見ることがあると聞いたことがあります、うん、生きてる時にも似たような現象が起きた場合どう捉えたらいいのでしょう。ボスの考えを聞きたいですっていう。何かこう起こったんですかね。ほう、うん、はあ。そもそも論を言うと、はい、亡くなった時になんで生まれてから死ぬまでをもう一度見るかっつう話なんですよ。よく亡くなると閻魔様がいて天国行きか地獄行きかみたいな、そんななんか判決を下されるみたいな話があるんだけど、実際のところ閻魔様はいなくて、自分で自分の人生を振り返ってみた時に自分は天国行きか地獄行きかを判断するんですよ、そこで、うん、で映画のように自分の人生を見るからすごく客観視するんですよね。客観的に見て自分の心はどっちに向いてるか、うん、うん、ああ自分は地獄行きだなーとか自分は天国行きだなーとか、うん、っていう判断を自分でして天国の門をくぐるか地獄の門をくぐるかっていう話なんですよ、うん、生きてる時にそれを見るっていうのはちょっと意味が違って、うん、そのいくつかの理由があるんだけど、一つは過去の出来事をもう一度フィードバックしてしまう、うん、映像として見てしまう時ってそこに何か人生のヒントがあるんですよ。気づかなきゃいけないことがあるのに、うん、気づかずにスルーしてきてしまった、うんうん、でそこをもう一度見て今の自分から見て気づいてくださいっていうメッセージとか、あとは何だろうな、その出来事が実は今にすごく反映してて、それを見ることによってあっって気づいて今の人生が動き出すとか、うん、まあその人の状況によって意味は変わるので、うん、その一概にこれっていう答えはないと思うんですよ、うん、だからどういう状況でそれを見たかっていうことがそもそも重要なポイントで、うんうん、今人生になんかこう、苦しくてしんどくってっていう時に過去をフィードバックしたのならばその過去にヒントがあるだろうし、その時自分がどう捉えたのか、今の自分だったらどう捉えるのかっていうその捉え方の部分であったりとか、あこの時こういう乗り越え方したんだ、じゃあ今だってこういう乗り越え方できるよねっていうヒントであったりとか、うん、何かそういう意味があって見るんですよね、うん、大体の場合はヒントですね、うん、今の人生へのヒントが多いんじゃないかなと思います。はい、ありがとうございます。おい、タオチでは質問相談何でも受け止まっております。ただです。今なら無料です。無料です。ではまた次回に。チャオ。チャオ。